スポーン。はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。 お祭りといえばマンホール。マンホールお祭りではマンホールなんですか。はい、どういう結びつきですか。全然関係ないけど、最近さ、隅の綿ぼこりとかがさ、綿ぼこりが、綿ぼこりが、そう、あ、そういえばお前んちの布団の綿なんかえらいことになってるらしいじゃん。あ、なんか飴みたいになってるわ。あ、飴みたいになってる。これが意図するものとは。私アメリカ人。やめよ、今回は。やめちゃうか。さあ、今回ご紹介する商品はそちらです。重い、はい、来ました、綿菓子名人。本当に名人なんだ。市販の飴玉とかも材料にできる。だから、まあ何かね、その味にしたい飴玉用意して、うん、それ入れてぐるぐる回したら、その味の綿飴ができちゃうみたいな。すごいなんかカラフルな。そう、なんですよ、めっちゃカラフルよ。なんだこれ。ああ、持ち運び用のあれじゃない？かな。ああ、こんなおしゃれなバッグもついて。そうだね。そうだ、持ち運び用だな。すげえな。結構武骨な。機械だな、これ自体は。そうね、綿菓子名人。もっと可愛いの売ってるだろう。あ、まあ、色3種類あるみたいだ。あ、そうだね、これ一番プラチナムだもん。プラチナムが一番なんか豪華でいいんじゃない。そうね。さあ、こちらが綿菓子名人でございます。ちょっと、あのいいですか、マサルさん、ちょっと返してくれよ。マサルさん、何それ。これ、あれ、綿菓子作るこいつが。いや、それはもう定番ですね。オッケー。で、この中に入れてんのな。キミコいいから。じゃあ今回飴用意しました。ノンシュガー果実のど飴や、龍角散のど飴。なんか色あるやつ。あー、こっちがある。じゃあ、ちょっとグレープ。これとかだったらノンシュガーだけど大丈夫。グレープいっちゃう。どこに。とりあえずまずスイッチなんかいけんちゃうの。最近スイッチ。ほんとね、それ以上のことはあんま書いてない。俺、弾かれない。おお、すごい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 。危な。吸い込まれてった今。入れるんだ。ほら、何してんねん。あ、え、出始めてる。いや違う、あったかくなってきた。した飴玉を投入するときは回転太郎を止めてから投入してください。まあ、そりゃそうだ。そうだよ、なかなか溶けねえな。ちょっと音が変わったような気もするわ。あー、来た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 。え、これどうやんだっけ。いや、もうそんな感じでいいんじゃない。おー、すごいスタミナ太郎で習っただろ。おー、すごい。できてるできてる。すごいおー、おー、わあ、いいね、いいね。いやー、だいぶ増えた。綺麗になった、綺麗になった。オッケー。おー。うわー、一回止めようか。うん、できた、キックの綿飴。なんか、キノコみたいな。そうだ。できたけど。じゃあ、ちょっと食べてみます。はい。ガチガチガチ。綿飴の音じゃねえ。あ、これ、ここは。あ、綿飴。綿飴。なあ、まあ、そこはね。はっきり言って、飴食ってんのと味変わんない。綿パチ君の味がするから。あ、そうそう。あこれあれじゃないですか、やっぱノンシュガーだと若干難しいのもあるんじゃない。そうなの、いや、どうなんだろうね。でもね、龍角散とかちょっと興味あるんだけど。龍角散はいけるでしょ、逆に。龍角散気になる。大事だからな、喉は。もうちょい使ってみろよ、今度。そうかな。そう、もうそれ使わせてほしかった。何個。5個。さっき3つ入れてあの量だったけど。5個。2個にしとく。2個にしとくか。あ、じゃあスイッチオン。あ、綿菓子屋さんだ。あー、おう。おじさん。え、F5。おじさん、綿菓子ちょうだい。お、待ってろ、お前。お前は綿菓子好きやもんな。俺、綿菓子大好き、僕。お前。お前、最近どうなんだ。彼女できた。彼女どうなんだ。おじさん、外れてるよ。おじさん、外れてるよ。おお前、どうなんだ。注意したか、最近。注意してない、おじさん。最近注意したか、お前。お前、注意いいぞ、な。おじさん。おじさん、早く。待て、落ち着け。おじさん、いいか、お前、うちの綿飴、お前、日本一だ。あ、ほんとに。くっさ、留学さんでさ。こっち、すげえ。じゃあ、留学さん、綿菓子、食べてみて。
グレープのかけら好きだから。だね、うん、うまい。あ、意外といいな。あの龍角散意外といい、いいかもしれない。綿菓子の、うん、ああ、うん、いいね。大人は好きな気がする。うん、ね、あ、甘くないし。そう、うん、龍角散のだめ今年流行るんじゃない？流行るね。タピオカみたいな感じで。これでは流行んない。そっか、流行んない。流行んないね。さあ、というわけでですね、今回は綿菓子メーカー、待て待てー！え？お前ら忘れたのか。いや、一人で。一人で盛り上がって。お前ら忘れたのか、あの、アメさんの今後のご活躍にご期待くださいという。こちらの商品を使ったですね、我々アイディアも実はあったりするんで、はい、こいつの猛攻はまだ終わりませんから。はい。聞いたような、聞かなかったような。そうです。アメといえば、来たございます。やばいよ。この超激辛キャンディーで、はい、綿あめを作ったらどうなるか。やばいね。これやばいね。あ、熱で熱されてその辛い成分が。いいこと言うね。よし、じゃあこいつをまず砕こう。ハンマー。プライス。まあ、プレイス。どうしよう、オッケー。割りすぎー、でかいのやばいって。これ舞い散ったらやばいんじゃない。舞い散る。桜舞い散る。多いって3ついっちゃう。絶対多い。よし、スイッチオン。スイッチオン。うわ、催涙ガスが発生する可能性もなきにしも。もう出てるわ。あ、もう出てきてる。もう出てる、出てる。赤い。赤いね。赤い。地獄の赤さだ。どんどん押しつぶされてちっちゃくなってる。そう、圧縮されてる。圧縮するなよ。いや、しょうがない、落ちるんだって。いや、もうこの辺で収めとけ。ああ、そうだ。おー、怖い。さっきのだって威力そのままだったらさ、ああ、これ丸ごといったらやばいね。いや、丸ごといったらやばいよ。いや、だってむしろ溶けてさらになんか来そう、来たん来そう。これいきますか。結構いってるけど、そりゃそうだ。いや、さっきの話だけですな。嘘だ。他のも混ざってるからかな。そうじゃないかな。ああ、さっきよりね、でもね、触って大丈夫なの？なんだこれ。さっきよりね、ちょっと感度が違う、来るような。うわ、一瞬で、やばい。うわ、辛っ。うわ、あ、うわ、辛っ。痛い。痛い。うわぁ、やばい。俺、ふわっとしたちょっとの部分だったけど、すげえくる。流しとかにさ、うん、このわたあめ流したら多分、下のブルブルが全滅する。全滅するかもしれないね。辛いわね、本当に、これ。さあ、というわけで、はい、今回はですね、こちら、綿菓子名人、お送りしました。綿菓子名人、まあ、非常にいい商品です。で、龍角散はすごい、うん、いいですね、おすすめ。大人は好きな味でした、ね、うん、だから。というわけで今回はこんな感じで。辛いよー。険しい道でも迷うことはない。皆様、 MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。MSSP は YouTube、 そしてニコニコ動画にチャンネルを持ってますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方はですね、こちらとかこちらとかこちらとか、この辺とかこの辺とかこの辺とかにあったりします。こうやってこうやってこうやって。そして、下の概要欄にもですね、 URL が、貼ってある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 と思いますので。そっちまだ破れてる。あ、破れてる。ぜひご登録の方をお願いいたします。いけ、どん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 。いや違う、セクシーコマンドじゃない、どっちか。はい、そうです。